こんにちは。フルート奏者の恩田美香です。長野県松本市でフルートを吹いたり教えたりしています。今日は長野県頑張るアーティスト応援事業として一人でフルート40奏を吹いてみたいと思います。それではよろしくお願いします。それでは一人40奏を作っていきましょう。まずね、スマートフォンのアプリで、作っていくんですけれども、このね、演奏する曲の速さを決めてください。今回は8分音符100のテンポで入れました。で、そのテンポで演奏してみてね、全体の長さが何分間、何分何秒になるかっていうのを測ってあげてください。それでは行ってみましょう。スマホの方で設定するんですけれども、メトロノームの音がね、常にこのイヤホンから聞こえてくる状態になります。皆さんにはね、ちょっと聞こえないんであれかもしれないんですが、こんな形でね、譜面台2つ立てて設定してあげましょう。まずは4番のバスパートから入れていきます。常にね、ボーンボーンボーンという形で四分音符で鳴ってくれるのですごく大事なんです。ですので4番から入れてきます。いきます。和音をばらしていく、分散和音をね、演奏していくんですね。なので、まあ、今回ちょっとんばばばってお休みが入っているもんですから、そこによくよく合わせたいんですね。なので今回は3番パートから入れます。通常はメロディーのね、ファーストにここで行くことが多いので、ちょっとレアケースです。では行ってみたいと思います。音程がピチッと合いにくいんです。4番のバス、そして3番の分散和音をよくよく聞いて吹いてあげてくださいね。ではいきますよ。2小節お休みです。ここでテンポに馴染んじゃいましょう。よくよく聞いてきますよ。のところが多いので、よく1番の音程を聞きながら吹いてあげてください。いきます。4小節お休みです。イヤホンからは今メトロノームのカチカチという音と、今まで吹き込んだパートの音が流れてきています。4番3番1番と入れてきました。今度セカンドでラストです。入れちゃいます。コツといえばですね、メトロノームのこのカチカチ音、あんまり聞きすぎちゃうとね、ちょっと遅れちゃうんですね。なので常に前のめり気味に、入れてあげるといいかなと。そして音程合わせるのが難しいんです。なのでこんな感じでちょっとチューナーをね、チラ見しながら演奏するといいかなと思います。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。それではパフィルベルのカノン、行ってみましょう。